怖すぎる。ハンターがどこから出てくるか想像がつかないから。あまり動かない作戦で行きたいと思います。やっぱり大きく動いちゃうとハンターに見つかる可能性あるんで。ここならいろんなところを見張れるし強いのでは。どこからハンターが来ても逃げられるし。メールだ。これより逃走中を始める。ハンターの数は3人。今から10秒後、ハンターが放出し、30分のゲームがスタートする。やばいやばい。始まる、ハンターが来る。私はずっとここに隠れていよっと。ゲームが、始まった。ハンターが放出されたようですね。さて、どうしましょう。ハンターがどこから放出されたのかがわからないんだよね。それさえわかればまだ動きようはあるんだけど。隠れないと、隠れ場所を見つけなきゃ。あ、マリサ、ハンター見かけた。いや、こっちにはいなさそうだぜ。校舎全体が見えるからここいいぞ。でも逆に言えばハンターから見つかりやすそうでもあるが。二人の近くに、ハンター。私は校舎内で隠れようかな。ここ結構おすすめなのに。見つかった。うわ、やばいやばい。うわ、最悪だ。一番最初に捕まるなんて。霧雨マリサ確保、残り6人。え、早くない？まだ始まってちょっとしか経ってないのに。ああ、だからここにいればよかったのに。今回の舞台は、とある学校。広さはブロック約3万個分。逃走者は残り6人、果たして逃げ切る者は現れるのか。結局のところ、動かない人が有利だと思うんですよ。だから私はサッカーゴールの横に隠れようと思ってます。どこに行こうかな。屋上とか隠れられる場所多そうだから行ってみようかな。まさか最初にマリサが捕まるなんて、今頃牢屋にいるのかしら。くそ。なんで曲がったところにハンターいるんだよ。あんなの誰も避けられないっての。はぁ？早く誰か捕まらないかな。エリア内にいるハンターは3人。逃走者を発見すれば見失うまで追い続ける。うわ、そこにいるじゃん。危ない。もう少し出るのが早かったら捕まっていたかもしれない。屋上に隠れられる場所ないかな。あ、この部屋とか良さそう。え、すごく気味の悪い部屋だ。でもこんな怖いところハンターもビビって入ってこれないかも。これは逃走成功したのも同然でしょ。落ち着かないですね。ハンターは神出鬼没。いつどこで出会うか、わからない。うわ、びっくりした。メールだ。エリア3カ所にハンターボックスを設置した。残り20分になるとエリアに放出される。阻止するにはハンターボックスの横のレバーを下げたまえ。いきなりミッションですか。本当は動きたくないですけどハンターが増えるのは嫌なので、ちょっと探してみたいと思います。行きますか。3体でも多いと思っているのに、これ以上増えたら困るし。妹様のためにもハンターを増やすのは阻止しないと。ミッションね、めんどくさいから行かなくていいや。私はここで隠れます。ハンターに見つかる可能性あるんで行きません。ハンターボックスって何？チルノはミッションの内容があまり理解できていないようだ。そのチルノの近くに、ハンターボックス。まあいいや。他の人がやってくれるでしょ。チルノは近くにハンターボックスがあるのをわかっていない。これ情報が何もないんですね。ってなると、探すのは大変そうです。絶対一つは校舎内にハンターボックスあると思うんだよね。それで残りの二つは校舎外とかだと思う。校舎にはなさそうですね。校舎外を探したいと思います。
あれは？ありました。ハンターボックス見つけました。これを下ろして。いえいえ、これ私結構活躍できているんじゃない？霊夢がハンターボックスを一体封印し残り二つ。逃走者たちは残りの二つを探し出すことはできるのか？全然ハンターに見つからないし、そもそもハンターがいない。ひょっとしてこのまま逃げ切れるんじゃないの？しかし、エリアには3体のハンター。いつどこで出会うか、わからない。ずっと同じ場所にいても面白くないかな。そろそろ違う場所に移動しようかな。チルノの近くに、ハンター。奇跡的に見つからずに済んだようだ。屋上にあったってことは、もう校舎にはないと予想。すでに一体のハンターボックスを封印している霊夢、二体目の封印を狙う。このハンターボックスは、封印されているようですね。昨夜が見つけたハンターボックスは先ほど霊夢が封印したものだ。ここは長すぎるね。妹様、あんなところにいたら見つかってしまうのに。見つかった。階段と曲がり角を利用してうまく巻いたようだ。危ない危ない。油断していました。ミッションも簡単じゃないですね。ミッション、誰かやっているのかな？何やっているのよあんた。え、ここで隠れているんだよ。こんなところで寝そべっていてもすぐバレるのでは。意外とバレないよ。二人の近くに、黒い影。二人に迫るハンター、しのげるか。危ねえ。向こう行ってくれた。だからこの隠れ方いけるって言ったでしょ。でもハンター体育館から出てくるよ。ヨウムもすぐ移動した方がいいかも。わかってるって。ハンターボックス全然見つからないですね。ちょっと動き回って疲れちゃったんで休憩しますか。ハンターはエリアの隅々まで捜索。安全な場所など、ない。あれ、レイム。あ、フランジャン。ミッションやってるの。私ハンターボックス一体封印したよ。え？意外にもミッションに挑んでるのか。意外とは失礼ね、意外とは。未だにゴール横に隠れるヨウム。ああ、せっかくこの場所安全なのに体育館にハンターいるなら早く移動しないと。次はどこに隠れようかな。コンパクヨウム確保、残り6人。ほら、あんなところで寝そべっているから。だんだんと人数も減ってきましたね。これはミッションは本当に阻止しないといけないですね。なんか、霊夢がミッションに挑んでいるのを聞いて、私も挑んでみたくなったぞ。しかし、エリアには3体のハンター。ミッションに挑めばハンターに見つかるリスクが高まる。新しい屋台の隠れ場所を探さないと。ハンターにすぐ見つかっちゃう。あ、あそこに見えるのは、ハンターボックスあるじゃん。
これを下ろせばいいのか。残るハンターボックスは、あと一つ。なんだ、ミッションって簡単じゃん。このままもう一つのハンターボックスも私が封印してやる。フランの近くに、黒い影。見つかった。え、ハンターじゃん。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。